はいどうも皆さんこんにちは、のしです。さて今回はクワで耕すと開く隠し扉の作り方をご紹介していきたいと思います。土を耕すとこんな感じにドアが開いて、で内側にこういった隠し部屋があって、で隠し部屋のボタンを押すとそこからまた外に出られるといったようなものでございます。はい、今回隠しドアに使う素材はこんな感じになってます。でドアに使うブロックは今回石を使います。はい、では早速隠しドアの方を作っていきたいと思います。まずはね、もう小部屋がねすでにありますので、ここの小部屋に通じる隠しドアっていう感じで作っていきたいと思います。でまずは、全ての動力源となる部分を作っていきます。でここを2マス掘って強弱ピストンを置いて、その手前に、土ブロックをこんな感じに設置します。でここね、レッドストーン回路をね置いていくので、ちょっと作業スペース的な部分でこんな感じで掘っていきます。はい、ここも掘っちゃおうか。でここからどんどんちょっと下側に掘っていきます。この土ブロックから下2ブロック掘ればとりあえずはいいかと思います。こんな感じでね、でここ向こうまで6マスぐらい掘ればとりあえずは回路的な部分は置けるんじゃないかなと思います。でまずは大元となる信号源ですね。信号源はどうやって作ってるかっていうと、観察車で作ってます。観察車の真下に、まあ、レッドストーンダストを置くと、はい、光るのが分かるかと思います。これで、耕すと信号を出しているという感じになります。でレッドストーンダストをね伸ばしていきたいと思うんですが、まあ、こんな感じにして一個一個ねちょっと順番にレッドストーンダストを伸ばしつつ、この吸着ピストンにつなげてあげないとちょっとダメですね。でここまで来たら、おいらんか、レッドストーンこんな感じにして、でここがレッドストーンはガラスではこんな感じにつなげられるかと思います。あ、ここ普通のブロックでもいけるかな、いけるかな、あ、いけてるね、大丈夫ですね。で、吸着ピストンがこれでレッドストーン信号がつながります。はい、こうなれば OK。 じゃあここはもういらないので、いらないってわけじゃないけど埋めちゃいましょう、ブロックでね。はい、で続けてここからこの信号を、こちら側の隠しドアね、の方にイメージとしてね、つなげていくという感じです。でちょっとドアをちょっと仮で作っといて、ここでここに粘着ピストンを置いて、でここにブロックを置いて、こいつを動かすにはですね、今ここにね、ここだ、ここを掘って、ここも掘ってですね、で向こう側に向けて掘って、これぐらいあれば大丈夫かな。ここら辺がちょっと回路がね、考えて作っていかないとまずいんだけど、リピーターを置いて、ここ遅延最大にして、でレッドストーンダストを置いて、でコンパレーターを置いて、でここにコンパレーターで、ここレッドストーンダストを置いて、ここに、まあ、丸石を用意したんで丸石を置きましょう。じゃあ丸石でも普通のブロックでも不等価ブロックだったら大丈夫です。これで、入力がね、ちょっと遅くなるので、まあ、遅延を入れてる回路になりますね。でここからコンパレーターを置いて、で向こう側に向けて、ちょっと信号を伸ばすためのものを作っていきましょう。ここ違うか、こっちか、うん、こんな感じでね。はい、なのでここから、ダスト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 来て、こっちダストダストダスト来て、ここまで行っていいのかな。でこの吸着ピストンの下まで来たら、ここに、レッドストーン松明を置いて、でその上に石を置いて、でその上にレッドストーンダスト、これで、今ねドアが閉まってます。でここに、信号が来てるから、ここ1マス掘って、ってかでここ掘って、こんな感じすればいいのかな、こんな感じにして、あとはこことこんな感じで埋めておきましょう。でここもいらないですね。であとはこの今置いた場所、うん、ここか、ここまで来てるから、この上にボタンを設置してあげると、はい、これで OK ですね。あとはピストンのこの辺りとか見えないようにブロックで覆っていけばいいんじゃないかなと思います。これで小部屋から出るための回路の方は完成でございます。外に出てからはもう周りの
レッドストーン回路この辺をブロックで埋めておけば OK ですね。一応最後にテストしておきましょう。うん、大丈夫ですね。ちゃんとドアが動くことがわかるかと思います。まあ、このような感じで、簡単にね作れますので、まあ、何か隠し部屋とか、秘密の部屋とか作りたいといった場合にこういったドアを使ってみるといいかもしれないですね。はい、というわけで今回はクワで耕すと開く隠しドアのご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!